こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。中国でも空母用戦闘機開発は進んでいる。そんな中、専用戦闘機FC-31 ステルス戦闘機が姿を現す。その姿は何とも似ている戦闘機と同じではないのだろうか。気になるのは、この FC-31 ステルス戦闘機を開発しているのが旧満州国で、日本が関与した企業。現在は中国傘下になっているが、技術分野では日本のスピリットが残っているのか。では FC-31 ステルス戦闘機の現在を詳しく話していきますね。2020年9月7日のサウスチャイナモーニングポスト紙は、市尿引き工業集団が開発中のステルス戦闘機 FC-31 の写真が中国の SNS である微広紙ウェイボーに投稿されたことを報じた。この写真はテスト飛行中の FC-31 戦闘機を右斜め後ろのアングルから捉えたもので、機関部が双髪であることを除けば従来から指摘されてきた通り F-35 ライトニングに戦闘機に酷似している。この FC-31 戦闘機は J-31 とも呼ばれており、中国初のステルス戦闘機として2011年に初飛行を行った J-20 戦闘機に次いで、中国史上2番目のステルス戦闘機として2012年にその存在が確認されていた機体だ。大型の J-20 戦闘機と比較して、中規模な FC-31 戦闘機は、その2機種併用による補完戦略や、中国が建造を急いでいるカタパルト装備の航空母艦艦載機ではないかとの憶測もあるが定かではない。ただ、FC-31 戦闘機に関しては、2013年9月に中国海軍の超提督が国外への輸出専用機であるとも述べており、中国海軍の航空母艦艦載機の可能性を否定。また、2014年には設計者も輸出用であると明言していた。これらのコメントが事実かどうかの確認は困難だが、2020年に海球時報が伝えた新型の航空母艦艦載機は、この FC-31 戦闘機をベースとしたものとの見方もあり、中国の航空母艦とセットで注目を集めている。これまで FC-31 戦闘機は、2014年に開催された中国国際航空宇宙博覧会で2分の1スケールの模型が公開され、海外輸出に向けてはパキスタンが検討中とも伝えられていたが、現時点では進展は見られていない。しかし FC-31 戦闘機が少し得意なのは、製造元である中国航空工業集団公司傘下の中国信用引き工業集団が独自に資金とリソースを投入して開発中と言われている点が挙げられるだろう。ちなみに中国航空工業集団公司は、その名が示す通り中国国有の航空機製造メーカーだが、
これは戦前の満州飛行機製造株式会社を母体とした満州重工業開発株式会社傘下だった日本の関与した企業でもある。日本の太平洋戦争敗戦と満州国の崩壊の後、その技術や資産を受け継いだ中国航空工業集団公司が今では日本の仮想敵国となり、こうしたステルス戦闘機の開発を行っているのは歴史の皮肉とも言えるかもしれない。2015年時点では FC-31 戦闘機は量産機が2019年には飛行する予定だと伝えられており、今回ビヒロシ・ウェイボーに投稿された写真がその量産機であるのか否かも不明だが、購入先が未定の状態での量産はないと思われる。前述のパキスタン以外にも、2018年頃にはアルゼンチンの国名がこの FC-31 戦闘機の購入先として取り上げられることもあったが、こちらも現時点での続報はなく、輸出専用としている割には対象先が少ない。たださすがに中華製だけあって、一機あたりのコストは1億ドル以下との見方が有力だが、 F-35 ライトニング2戦闘機が各国からの採用が相次ぎ、最新のロットで8000万ドルとも言われるのと比較し、安価とは言い難い。それでも当然アメリカから F-35 ライトニング2戦闘機を政治的に購入することができない国々にとっては、費用対効果で許容し得る性能であれば検討する可能性もあり、今後需要が高まることも予想される。しかし注意が必要なのは、中国が航空母艦遼寧やシャントンを経て、これらスキージャンプ式の航空母艦ではなくカタパルトを装備した航空母艦を建造している状況にこそあるだろう。日本の防衛という観点からは、カタパルトを装備した航空母艦の収益よりも、すでに多数配備されている中、長距離ミサイルの方が脅威とは思えるが、現在、アメリカがほぼ独占中のこの分野に中国が進出する事実が問題だ。それによるアメリカ独占の構図を崩すことが、中国の国威発揚の重要な目標であり、今までは自国沿岸部に止まっていた中国の海軍力が南シナ海をはじめとして、さらに圧力を高める可能性が生じかねない。すでに最近の中国メディアでは、電磁式のカタパルトを装備した国産の8万トン級航空母艦が早ければ2021年中に進水する見込みであるとの予測を報じ始めた。加えてイギリスの航空母艦クイーン・エリザベスもスキージャンプ式であるがゆえに実現していない空母打撃群の展開には必須となる固定翼の早期警戒機 KJ-600 も中国は初飛行を成功させている。現状で中国が航空母艦艦載機とできる戦闘機は、ロシアが SU-33 戦闘機を不当に模造したと非難している J-15 戦闘機しか事実上ないのが救いだが、これも早晩駆逐される可能性があると考慮しておくべきだろう。